ビューティー菓子石川バンク、やっぱり近藤個人軍で戒め負け。あ、クソつまらん試合やったわ。初回4失点で意気消沈したからな。又吉大山がほぼ完璧に抑えられる打線に、いくら交流戦優勝に目標を置いてるわけではないけど、さすがに最終戦石川はないわ。大事な試合で必ず負ける癖は治っていない。いくら独走してもポストシーズンが不安だな。石川はパワーカーブ使えん時の引き出しを増やすか、パワーカーブを常時投げれるようにせんと厳しい。あだでいくつもりでスチュワート抹消したのがあかんかったね。ここ3年で3回くらい1勝届かず優勝できない場面見たな。小久保、交流戦優勝はどうでもいいのでね。ペナント優勝を目指して頑張ります。天井小久保は山川4番にこだわりたいんだろうけど、せめてチカちゃんを前に置けよな。山下が完全復活して若手も育ってるんだが、俺は先を見てるからな。どれだけ結果残せなくても愛人という立場は使ってもらえるんだから、そりゃ言い訳なんてしないよな。オリックスは山本山崎の穴完全に埋めてるからな。自前の戦力でホークスの優勝はなくなった。ご視聴ありがとうございました。